はい、おはようございます。今日は奈良県、奈良市高畑町からスタートしますね。今温度が、0度やったかな、0度か1度ぐらいかな。今日はちょっと風で弱いんでね、そんなに寒くないですけど、それでもね、昨日と比べると温度が低いですね、奈良市内は。あら、潮の寄せどこやったんやろ、分からへんな。感じがせんね、これもっと手前やったかな。いいですか、潮の寄せ、あそこ見えてるでしょ。はい、お家ですわ。どこから行くんですか。これがお家の向こう側、あのそこから、はい、ぐるっと入って、あ、そうですか、回ったら、はい、すみません、お忙しいとこ、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。あ、やっぱり一本間違えてましたね。あ、ここに書いてありますやんか、これ。ここにね、ちゃんと書いてあるんだけどね。これはわからんな、向こうから見てね。はい。あ、これはわからん。これこれ。これ、ここはね、いつ言う、いつか一遍行かないかんだけどね。高畑のね、通い慣れてますが、この道はね、ここからは分かりますわ。いつもの駐車場はね、今日はいつも1日500円なんだけどね、今日は3時間、いや30分300円かね、どれぐらいあるんだろう。この3年ぐらいの間に20回も行ってないか、10回以上は行ってるけどね、これ歩いてるけど、こんな人と会うのはまずなかったね。あっても一人かね。この橋場だったらね、春日神社の敷地らしいよ、ここはね。ほら、ここ敷地です。あったもんな。今日は奈良公園5時間ぐらい予定やからね、長丁場ですから。本当に夏木はもうね、綺麗やけど、ね、冬芸ですから、この寒いのにね、元気でございます。今妊娠4頭おるけど、これ言うときますけどね、これはあの野生の鹿でございますからね、飼ってるわけじゃないですからね。ねえ、こんなにこれもうあったかそうやな、これふわふわで毛はね、あったかだよ、ふわふわで。何も持ってない。春日神社行かねえかね、この人でございます。いやー、正月だからこれ多いけどね、普段はもうほとんど歩いてないんですね。まあいつも目標しか来てないんでね、ここはだいたい平均よりちょっと大きいかもしれない、これね、メスとしてはね。おはようございます。おはようございます。おお、おかげさまで。おかげさまで。ああ、そう、食べたいな。食べたいな、ほら。お、分かっとるか。もう食べたらあかん、死ぬぞ。これ、ね、あかんねんぞ。死んじゃうかね。そんな、食べてまうからな。食べてまうよ。はい。お姉さん、こうゴミ掘られんかね、これ鹿が食べるか危ないからな。ちょっと掘っていてくれ。はい、ありがとう。はい、これ入るか。よっしゃ。昨日も多かったんだろうな。あれ、ここいつも行けんかったよ、ここ。そうか、正月だから一歩遅くなって行かないのか。ここはもうすごいですね、これね、上にね。もう草が生えてますわ。はい、おはようございます。はい、おはよう。はい、おはよう。
え、ここ入ってこないんだろ、このとこ回ってこう出てこれるんだけどね、出てくるみたいやね、ここ入られへんよ、入れないんだろ、ここ春日大社でございます。昨日行った柏原神宮なんかとほとんど警備員やったね、ずっと立ってんのは。回られへんだよ、こんな状況で回られんな、これ。あー、久しぶり、あの日本の神社って感じしますね。外人ばかりやってんだね。実はこんな感じが5年ほど前までこんな感じやったんやて、ね、あら、5年ぐらい、4、5年前からすごかったね、中国の人が。いやいや、これ殴れるかね、お祭典は。行かれへんか、これ。いやいや、この大沢は。ここお祭典入れるな。ちょっとお祭典入れましょうか。落ちとるね、落ちとる、落ちとる、はい、入れました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。これが多すぎでございます。いつも回るとずっと上がって、そこからこう降りてここで回るんですね。今日全然もう回る方がおかしいから、あ、こっち上がらないんだよ、上がれませんよ、これ。これはすごいよ、これ、濃すぎね、多すぎだよ。大体普通はね、これずーっと中回れないよね、回られへん。ここなんかもう屋根で、ね、屋根付き合ってますからね、そういうことになってますので、ね、これね、日本人が多いとね、非常に嬉しいんですね。もう本当にこれが普通の、ね、日本の神社はこんな方がってんで、ね、今は縁結びか学業や。お道中の方お取りください。大変ご利用できております。階段を下りて右手奥までお進みください。お店に授与された方、お取り入ります。階段を降りて右側奥で確認の方をお願いしております。大変混み合ってきております。階段を降りて右側奥の方をお願いします。これ、右側の車内かな。ああ、歩かれへんの、周りの人には。あの、いつもの道順と違うんでね、ちょっと戻って、ここずっと歩いてくれるかな。耐えられないんだな、どう耐えてくるんだ、やっぱり帰り道ね。ここは上がってきたかな、ちょっと育てないね。さすがさ、こっちは初めてかもしれんな。こっちは初めて来るね。な、これ左。これがよか。よし。
何も言ってない。あ、やっと分かりました、どこが、はい、ここね、どこに出るんだろう思ってね、駐車場の上やこれ。一言主神社小島んですわ。ほんならこれうちからふもと行ってみましょう。ふもと若草山のふもと行ってみましょう。ここはよく歩いてるのが分かってるよね。